こんにちは、速稼塾の久保です。まあこんな格好してますけども、今日はちょっとね、専門的なことをお話ししようかと思います。それはDeFiについて解説してくださいというコメントがね、何件かいただいてましたんで、まあお待たせしましたけども、今日DeFiについてちょっとお話ししましょう。DeFiっていうのは DEFI と書いてですね、これ分散型金融とかね、分散型取引っていうふうに日本語では呼ばれています。DeFiというふうに覚えてください。これはどういうことかというと、今までの金融システムっていうのは、まあ私がですね、 A さんにお金を送ろうと思ったら、必ずそこに銀行というものが介在して、お互いに銀行口座を作っている人同士でのやり取りを銀行が監視して、安全を担保したもとに送れたり受け取ったりってことができましたよね。これはね、中央集権型といいまして、まあ、銀行の後ろ盾は金融庁ですとか、いわゆる国ですよね。銀行ってのは国とイコールな関係と言ってもいいぐらい、国の後ろ盾があるわけなんですよ。ということで、安心してお金を銀行に送金して、その銀行から A さんにお金が送金されるという仕組みができたわけなんですよ。この時のこのやり取りの監視役は銀行であり、国ということになります。金融庁ということになります、ね、国や金融庁、そして銀行というものを安心して私たちが利用できるということは、まあ、こういう仕組み、中央集権型であるからなんですよね。まあ、当然ですけども、銀行が介在する以上、私たちは銀行に手数料を払ったりね、銀行の管理のもとに一定のコンプライアンスっていうのを守らなければならなかったりということがあります。まあ、ですので、私と A さんの関係、例えば A さんが何かしらの重大犯罪を犯していて、銀行口座が作れませんよってことになっちゃうと、私は送金ができないってことになっちゃうんですよ。あとは出所不明の、まあもちろんね、入金があった場合、銀行がストップをかける、凍結する場合もありますよね。こういうふうな形で私たちのお金の流れっていうのは監視され、管理されてるっていう、そういった側面があるんですよね。まあ安心できる面と不自由な面とか同居してるってことですね。じゃあここに出てきたのが分散型金融というやつですね。いわゆる今日お話したDeFiってやつです。DeFiの一つの側面としては、まあこういうことなんですよ。私が A さんにお金を送りたいっていうことになると、銀行を介在しなければならなかったんですけども、銀行がなくてもそれできんじゃないのっていう形で出てきたのが、この分散型金融のね、まあ、発想の原点なわけですよ。私が A さんにお金を送ろうとすると、例えば、ね、手渡しとかね、お小遣いとかお年玉感覚で送れるわけなんですよ。はいって感じですよね。まあ、そうなると、その人に送るときに手数料がかからないのと、誰にも知られない、管理されない、国にもわからないっていうことがあります。要するに資産の譲渡によって国が介在しないんで、そこには課税も起きないし、何らかのデメリットも起きないってことなんですよ。ただですね、私と A さんの関係の中で信頼が壊れたりとか、もともと信頼関係がなかったり、騙すっていうことがあったとしたら、私は資産を失うかもしれませんよね。例えば私が A さんに100万円を、まあ、送りました、手渡しではなくてね、何らかの方法で直接渡しました、銀行が介在してませんよと、監視する人も管理する人がいませんよっていう状態だと、 A さんはあれもらってませんよっていうふうにとぼけることもできるんですよ。もしくは A さんがこの前久保さんに200万送っといたからねっていうふうなメールが来るとするじゃないですか。でも私受け取ってないわけですよ。いやもらってないよって、確かに送ったよって感じで関係が壊れ出していくこともあり得るわけなんですよ。ここに犯罪の入る余地があるということになりますよね。まあ、ですので、自分ではない誰か第三者が監視してくれてるってことは、まあ、一つ不自由点はあるんですけど、不自由な点はあるんですけども、安心できる面があるんですよね。ね、私が A さんに100万送ったの見てたよねっていうことを銀行なり管理者に訴えることができるんですよ。そうなると、確かに私が管理しているこのルートの中には、久保さんから A さんに100万円行きましたよと、 A さん、うん、嘘をついたらダメですよと、もしこれ以上嘘をつくんだったらあなたは銀行を使わせませんよってことができるわけなんですよね。さあ、この前提をもとにですね、じゃあですね、私が A さんに銀行を介在せずにお金を渡す方法としては、なんか別に方法を考えられないのかなってことなんですよ。安全にですよ。しかも、そんなキツキツの管理じゃないところです。そこで出てきたのがブロックチェーンという技術ですよね。で、私が A さんに100万円送るのは一緒なんですよ。でもそこには銀行が介在してないんですよ。ただし、私が A さんに100万円送ったところを、不特定多数の大多数の方が見てるってことなんですよ。で、その見てるという現象はトランザクションというものに記録されるんで、ごまかしようがないんですよね。私が A さんに100万円送りました。送った瞬間にトランザクションが発生します。トランザクションというのは文字列がブワーッと書いたやつなんで、何桁か分かりませんけどもね、もうすごい桁数の文字列なんですよ。これは世界に一つしか存在しません。歴史の未来永劫、この一つしか存在しないんですよ。ということで、私が A さんにお金を送ったよっていう記録がトランザクションに記録された瞬間に、それを確認する作業っていうのを多くの人がするわけですよね。まあ、それによって
誰にも知られてないんだけども、でもきちんと承認するトランザクションというのがある以上、私が A さんに送ったっていう事実は動かしようのない事実としてそこで固定化されるんですよね。まあ、これがブロックチェーンの要素の一つであって、でビットコインというのはこれを利用して運用されてるんですよね。ですからビットコインが いつ発生したのか、誰に送られたのか、どういうふうな分割形態を取ったのかということは全て誰でも見れるような記録として公開されてるわけなんですよ。まあ、ですので銀行がこっそりと持ってるものではないですし、国家がいろんな個人のやり取りを勝手にね持ってる、管理してるわけでもないんですよ。もうすでにですね、一部の人が知っていて他の人は知らないみたいな、今までの中央集権型の現象からもう誰もが知ってるから、とてもじゃないけど不正ができないよっていう形になってるわけなんですよ。まあ、ですので今までね、ビットコインが何らかの不正を受けたっていう事実は今のところないんですよ。ただ究極考えにくいことですけども、世の中の人口が1万人いるとしてですね、1万人のうちの例えばですよ、9000人が嘘をついてこのトランザクションはまあ、こうなんですよっていうふうに別の形で認めちゃうと、そっちが真実になるっていうふうなね、そういう現象も起きるんですけども、まあそれはね考えられないでしょう。多くの人はね、正しいことを正しいとやっているような人ですから、そういうふうな前提に基づいてブロックチェーンというのができてますんで、嘘つきばっかりが存在する世の中ではもちろんこのブロックチェーン技術っていうのはね存在しないわけですけども、トランザクションというのは全く意味がないわけですけども、それはまあ非常に起こりにくいということなんで、おそらく信頼できるこのね個人間の送金方法とか資産の譲渡方法としてはこれが優れてるんではないかなと思うんですよ。さあここまでをまとめますよ。昔は中央集権型といって銀行が全てのお金のやり取りを管理しました。でも銀行っていらないんじゃないのっていうことで、銀行に代わる仕組みとして、じゃあ銀行じゃないけどももうみんなが見てるよと、トランザクションというもので監視してるよ、だから自由に送金してもちゃんとそれが正しいかどうかっていうのをもう完全にね証明できるんだよと、多くの人が証明してあげるよってことで安心して個人間のやり取りができるようになった。これが P2P って仕組みなんですけども、また P2P はね別で説明しますけども、アルファベットで P という字とね、2っていう字と1234の2という字と、そして P っていう字を挟んで P2P っていうんですけども、まあ、これはなんと今語呂合わせみたいな言葉でね、本当は別の意味を使うわけなんですよ。これはまた別の機会にお話します。さあそれではね、今日の物語の、クライマックスになってきますけども、じゃあこのですね、ブロックチェーンの仕組みで資産をあっち行ったりこっち行ったりするトランザクションをみんなで監視してるよってことになると、どういうふうなね展開が考えられるかっていうと、じゃ その中でですね、お金を貸し借りする仕組みっていうのもできるんじゃないかなっていうことも考えられるんですよ、ね、私が A さんにじゃあ300万を貸しましたっていうトランザクションが発生するじゃないですか。で利息はこれこれですって決め事をしたら、それをみんなが監視して、まあ成り立っていくわけですよね。私が A さんに300万貸しましたと、ね、貸しましたよと、でそのトランザクションが残って利息を決めたわけですから、その300万が私に返されるまでは一定の決定した利息がまたトランザクションが起きるってことになるわけですよね。だからそのブロックチェーン上で銀行が介在しないのにお金の貸し借りってものができるんじゃないかなってことが進んでくるわけですよ。で実際にそれが、2018年ぐらいから実際に始まってきたんだと思いますけどね。2018年からそのお金を貸すコンパウンドっていうね、まあ、言葉またちょっとねこういう言葉あまり出したくないですけどすいません、お金をねブロックチェーン上で貸し借りしましょうかってものが生まれたんですよ。でこれにもトランザクションが発生しますんでごまかしようがないですよね。でこのお金を貸しましょうか、例えば私が A さんに300万円貸しました、300万貸してその A さんがまたねその300万円をどうするかはさておいて、私には一定の金利が入ってくるわけですよ。でまた逆に私は人から何かお金を借りることもできるんですよ、ブロックチェーン上で。お金を借りてそのお金を借りたものに関してはその方にまた利息を手渡すって作業が発生します。こうなると何が起こるかっていうと、全くの資産がない状態からも資産を生み出すことが可能になってくるんではないかなっていう考え方もあるわけなんですよ。でこれもすいませんけども別の機会にね、なんでそういうことが起きるのかってことをお話します。じゃあこう考えてほしいんですよ、別の考えとして。私が A さんに300万円貸しますよね、300万円貸して金利を受け取ります。例えば年利で計算しやすいように 10% とします。そうすると私は300万円のお金を貸したというトランザクションがありますから、そのトランザクションをもとにですね、お金を300万持ってるという認識もできるわけですよ。で年間で30万入ってくる、要するに今私が A さんに300万を貸した瞬間に年間で330万を私は、まあ、持ってるという、ね、解釈も成り立つわけです。そうなるとこの私が
300万貸したという事実と30万円ずつ受け取れるというね、この信用をもとに、トランザクションをもとに、私は別のところからまたお金が借りれるようになるんですよ。で、通常はこういうことはありえないですけどね、この P2P の仕組みの中、そして DeFi の仕組みの中ではこれもできるんじゃないかなっていうことで、実際に今それが行われていて、で、金融市場がどんどん膨らんでるんですよね。まさにマネーゲームに近いんですけども、お金を貸したという事実があるんで、それはトランザクションで保証されてるんで、私は300万円をいつでも払えるんですよという、その信用担保になるんですよ。その信用担保をもとにお金を貸した人がまたさらにお金を借りるってことで、じゃあそういう関係がどんどん膨らんでいったら、もうずっと銀行がね、信用創造でやってきたことなんですけども、準備金制度でやってきたことなんですけども、私たちは300万しかないのに3000万円ぐらいの資産運用ができちゃうってこともあり得るわけなんですよね。もちろんね、これはね、今の時代で言うと、そのビットコインならビットコインでボラティリティが大きいんで、実際にかなり余裕のある運用していかないといきなりロスカットってこともありますんでね、その辺はしっかりと学んでいかないといけないと思いますけども、まあここでそれをね説明してるとまた長くなりますんで、今日はこんなところにしましょうかね。 DeFi っていう言葉の説明と、それがこれからね、この世の中にどんなお金の変化をもたらしていくのか、それに私たちはどこまでついていけるのかってことですよ。だからクレジットカードを使う使わないとかね、ビットコインは詐欺だって言ってるレベルの人は全くついてこれてないです、これは、全くついてこれないんで、もうそういう人を置いておいて、私たちは先に行きましょうってことなんですよ。そしてですね、ちょっとプラスアルファでおまけにしときますけども、ビットコインの価格は今日は570万でした。暗号通貨のほとんどのアルトコインが値上げをしています。で、すごく価格を上げてきてるでしょ。これね、もっともっと上がりますよ、私はそう思ってます。なぜなら今ね、DeFi の説明をしていて失礼だったんですけども、 DeFi って言葉すら知らない人が大半なんですよ。ってことは DeFi ってものを理解して、その言葉がどんどん広まっていったら、あ、だったらいいよねって参加者はこれからもっともっと増えてくると。少なくとも減りはしないでしょ、ね、今ずっと銀行が独占していたものが、今度は私たち個人に分散されて解放されるわけなんですよ。そこにビットコインなり暗号通貨ってものが介在するとなると、この需要っていうのは究極に高まるんじゃないですかね。で、法定通貨以上にこんな便利な仕組み、そして結果的にはこれ国が搾取していた銀行からの利益利権も、結局このブロックチェーンでも国に対して提供できるっていう仕組みになりますからね。で、そうなるとですね、別に銀行をコントロールしてそこから収益を吸い上げようと、別に P2P から吸い上げようと、国としてはどっちでもいいわけですよ。でもまさに銀行口座を持ってない人も暗号通貨というものを使うわけですから、スマホなどを介してね。そうすると実は銀行経由で利権を吸い取るよりも、 P2P この DeFi をもとにお金を吸い取った方が国家としてもいいんじゃないかなと、薄く広く取れるわけですよ、そういうことも考えられますね。まあ本当にどうなるかっていうのは、これから私たちもね、学んでいかないといけないと思うんですけどね。というふうな感じで頭の中ぐちゃぐちゃっとしますよね。まあなかなかね、学びがいがあるところじゃないかなと思います。まあこういうことはね、2014年ぐらいからぼんやりと探りながら、やってきたわけなんですけどね。まあでもおかげさんでね、まあ私もね、いろいろと理解不理解が混在してるんですけども、ブロックチェーンはじめとするその暗号通貨のおかげでだいぶ楽になりましたね。だいぶ楽になった。まあ全然ね、日本円に決済してないんですけども、一つたりとも心理的な余裕で、なんかね、金の鉱脈を保有してるような感じです。いきなりその10年前っていうかね、私40歳まではビタ一文お金持ってないし、銀行にもお金ないし、それこそね、督促状が一番の資産だったんですけどね、マイナス資産で、毎日のようにね、7万から10万マイナスになっていったわけです、私の暮らしっての。その頃から考えて、その苦しい中でもよく暗号通貨のことを知ろうと思ったなっていうのは、一発逆転を狙ってたんですよね。で、情報革命によってインターネットでアフィリエイトっていうものでお金を、まずはね、種銭を生み出す仕組みを得たのと同時に、これからは今度通貨革命が必ず来るなと思ってたんでね、じゃあ通貨ってものに乗ってみたということなんですけどね。まあそれがね、なんか当たったなと思います。逆に私、安定したサラリーマンとか、出世が順調に行われているような、そういうふうなね、上級社員とかになっていたら、多分こういう道は取らなかったでしょうね、きっとね。ということで、ちょっと自分の個人的なことを最後に申し上げましたけども、 DeFi についてざっと語ってみました。皆さんはね、どういうふうな見識をお持ちでしょうか。それではまた会いましょう。失礼します。